それくらい。もう少しだよ。お疲れ様。二人ともこっち。帰りにここに来るのが定番なんだぜ。お父さん、ここでお母さんにプロポーズしたんだって。あ、なんかロマンチックでしょ。小さい頃、お父さんとお母さんに連れられてここに来るのが大好きだったんだ。二人と一緒に来られて嬉しい。ありがとう、ひびきちゃん。ここに来れてよかったよ。ひびきちゃんの小さい頃も知れたし、ここで暮らしてたひびきちゃんと今ヒーラー目指して一緒に修行できてる。これはもう奇跡だよ。だからありがとう。こちらこそありがとう、かなちゃん。もちろんれいみちゃんも。